スペースモンキーズ TV。 ウェルカムスペースモンキーズ TV ようこそ。さあもうタイトルとサムネイルを見ちゃうと一目瞭然。今回はルアレビュー、ついに出ました。ジャッカルからランカーシーバスが夢中になるジョインテッドビッグペンシルダウズワー220が手に入りました。レビューしていきたいと思います。さあこの時期になりましたらね、やっぱりね、東京湾はねざわつくわけですよ。この白パターン、ビッグベイトパターン、ビッグペンシルパターンがねついに開幕してバコバコ釣れてるっていうところで、ニューアイテムダウズワー220、これ楽しみにしてました。まあ正直なところ一発目の感想、でかい。こんなにでかいとは思わなかったっすね。なんかね、ダウズスイマーをちょっとイメージしてたんですけど、相当インパクトで縦から見るともっちりしたようなね対抗しまして、これはいいぞという感じのルアーです。重さ4オンスクラスですが、ここでは触りだけを喋りまして、もうみんな開けたいよね。開けていきましょう、レッツゴー。さあということでダウズ1届きました。開けていきたいと思います。本当にこの時期になるとね、この種ビッグベイトパターンがね東京湾で始まって、本当に自分は東京湾の近くに住んでいてよかったなと思うわけでございます。まあこの時期になっても東京湾の時期に住んでいてふつふつ思うわけですが、まあ、360万実際も東京湾に行けて、まあ、ぶっちゃけ言うとチャンスあればトップでもバンバン釣れるんだよねっていう話を聞いた時に、じゃあこの時期のこの城パターンって一体この城を食ってるのって言ったら、いやそれも定かではないし、この城がなんでこの時期で浮いてくるかもうぶっちゃけちゃんと分かってないんだよねっていう話に驚かされると、同時にこのダウズワンのデカさにもちょっと驚かされている、長くなっている話が。ということでダウズワン開けていきましょう。しっかりと画面に映してみたらダウズワンちょっとかっこいいね。これねもう本当に想像よりねでかかったんでびっくりします。正直こんなにでかいんだと思って。で、これね、ビッグベイトとか、SGK ビッグベイトに見えて、これペンシルっていう分類なんですよね。じゃあ、じっくり、その全貌を、スペースモンキーズ TV で見ていきたいと思います。出ました！まずね、箱、パッケージが超かっこいいですね。まだね、全然説明書は見てないんですけど、率直な感想、このテールはダウスイもつくやつなのかなと思ってしまいますね。黄色のチャートカラーに、こんな感じでこの城のねマークが入って、そして視覚的にも捉えやすいこの頭の黄色、目立つ、ナイスカラーリングっすね、かっこいい。さあここで情報を入れていきましょう。エラストマ製のテールはダウズスイマー220のテールと同一規格ですということで、ダウスイと、一緒の規格220とね、ってことでちょっと色があるから色変えたりとかっていうような、そんなね楽しみもできますね。次、おー、これはまたボリューム感がすごいっすね。めちゃくちゃね、これ太いんですよ。浮力は高いんですよね、きっとね。まあ、ビッグペンシルということで、こんな感じ。太い。いや、カラーリングはマジでかっこいい。で、テールはダウスイと一緒。で、お腹の方を見ると、ここにね、ちょっとしたね、ちょっとリップみたいのがついてて、これがね、きっとね、いい感じに水を受けてね、スプラッシュ音を出すのか、それともいい感じにドッグウォークするのか、って感じです。で、胸のヒレが、2つついて、その間にフックがあります。で、このフックの特徴なんですけど、こうやってくるくる回転するスイベル式になってますね。これはね、バラし軽減に本当にね、極めてね、高い効果を発揮するんですよね。で、テールもこんな感じでスイベル。で、ぐるぐる回りますね。フックも割とでかいっす。ちょっと詳細情報をまた追加していきましょう。こんな感じ。海釣りあんまりやったことない。こういうビッグベイト投げたことないっていう人にとっては、ちょっとね、まだなんと、俺も最初始めた時は分かんなかったんですけど、潮の流れってめちゃくちゃ速かったりするんですよ。なもんで、こういうビッグベイト投げた時に、トゥイッチとか入れると、潮の流れが速すぎて全然アクションがつかなかったり、いい飛沫が出なかったりするんですよ。もうそれをこちらのリップと胸びれで抑えることによって、操作性も十分に、こう、高くなってるんじゃないかなと。思います。大型太軸フック、ランカシーバス採用の大型トリプルフックを採用。スイベル仕様となっているのは、これはヘッドシェイクや LRI でのバラシを軽減します。そうなんですよ、ランカーシーバスってね、こういうのにバローン出るじゃないですか。ブラックバス以外の他の魚種でのトップの出方を経験している人だったら分かるんですけど、やっぱ海の魚って出方が半端ないんですよ。もうルアーをガンって食って、ボーンって持ち上げて、昇竜拳みたいな感じで飛んで、ドカーンって落ちてから、さらにヘッドシェイクで1メーターから2メーターで、ババ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 って動いたりするんですよ。なもんでね、やっぱりね、このね、スイベルのついたフック、これはね、絶対的にね、バラシをね、軽減してくれるね、マテリアルだと思ってます。本当にね、いろいろね、いろんな魚種を短期間、この1年間2年間、コロナ禍になる前とかですげえ経験させてもらったんですけど、やっぱりね、ブラックバスだったらまだいいんですけど、やっぱね、こう、ピュアルクとか、
あとシーバスとかバラマンディとか釣ってみて分かることは、ここはやっぱりね回った方がいい。回らないとね、ほんと簡単にバスのままのデフォルトの、スイベルとか、あとはオーリング、もしくは、フックとかだとね、簡単にねねじ切られるんですよこれ。って感じ、やっぱり回ることによってバラシも軽減するし、ねじ切られる心配もないっていう。ということで、だいぶ興奮しながらのダウズ1のレビューでした。12月1日にですね、冒頭仕立ててあるので、しっかりこれを投げ込んでいこうかなと思います。まだね、動きの動画とかね、あの畑さんの動画とかジャッカルの動画とか見てないんですけど、ちょっと見ないでいこうかなと思います。もうアドリブ一発勝負でどんなパフォーマンスを見せてくれるのかっていうね、自分のねリアクション知ってると、なんかリアクションがなんかね薄くなっちゃうんで、その感動をその日に味わいたいっていうのがあって、興奮しています。この数年間同じ感じでルアーレビューをやっていまして、やっぱり自分はねつくづくねルアーオタクだなっていうふうなことを思い知らされました。ということでね、12月1日いきます。でもお父さんの楽しみ、実況動画楽しみにしておいてください。他のルアーを投げますが、とにかく1本12月1日ランカシーバスと会いたいですっていう感じですね。以上、スペースオンギツリでした。